まもなく地球に帰還します ISS ・国際宇宙ステーションにおよそ半年間滞在した日本人宇宙飛行士の星出昭彦さんなど4人が乗るアメリカの宇宙船クルードラゴンがまもなくフロリダ州沖に着水し地球に帰還します。 星出さんは4月に ISS に到着し、日本人2人目の船長を務めたほか、滞在中には自身4度目となる船外活動も行い、課題の取り付け作業などに携わりました。船外活動は通算でおよそ28時間に上り、日本人では最長となりました。